野沢論外は、日本のプロレスラー。本名、野沢和重。1995年12月27日、PWC での将軍 KY 若松戦でデビュー。その後、PWC を離脱し、DDT プロレスリングの旗揚げに参加。CMLL ジャパンでは覆面レスラーの、スペルカカオとして活動していた。1998年、現役女子高生レスラーから、 現役大学生レスラーとなった千春と結婚。1999年10月より野沢のリングネームに改め、メキシコなどでマザダ、竹村と共に東京グレン隊として活躍。その後、ティネを経て全日本プロレスに参戦。新日本プロレスにも特別参戦する。2004年10月31日、当時世界ジュニアヘビー級王者だった和林に、 ベルト挑戦を迫ったが、野沢論外だと言われ、断られてしまう。しかし野沢はこれを逆手に取り、11月21日より、リングネームを野沢論外に改名、次の挑戦者は、野沢論外だ、と、確かに言ったと食い下がり、ついに12月5日、世界ジュニアヘビー級選手権に挑戦する。破れはしたものの検討し、林に挑戦者として、 ふさわしい相手だったと言わしめた。2005年7月26日の代々木大会の大霊試合で、マザダとの敗者全日本追放マッチに敗れて、全日本プロレスからの追放が決定した。野サは自身が参戦できないため、代わりに同年8月7日のイルマ大会以降、スペース、ロン、ウルフなる覆面レスラーを送り込む。だが、スペース、ロン、ウルフについては、 などから、野沢論外本人じゃないのという声も多く聞かれていた。その後、ロンウルフは2005年12月5日にアキラとの世界、ジュニアヘビー級王者時期挑戦者決定戦に敗れ、自らマスクを脱ぎ正体が、エヌレイサワであることが判明、ロンウルフとしての活動を終了し、再び野沢論外のリングネームでの活動を開始した。 2006年6月10日の全日本プロレス無投祭で、鈴木実ののセコンドにつき、数度にわたり追い払われるも試合後に、バックステージで謎の言葉を囁き、チーム結成を了承された。以後、東京グレン隊を含め、鈴木と行動を共にしていたが、野沢だけ練習をサボった、試合中に教えていない、逆十字を使ったなどで、たびたび鈴木から接感され、ひどい目に遭っていた。 もっとも野沢も懲りずに愚行を繰り返しており、このループはファンのみならず鈴木をも楽しませていた。また、同年の世界最強タッグ決定リーグ戦で鈴木とタッグを組んだ際は、成績は振るわなかったものの、最後はグロッキー状態になった野沢を鈴木が背負って退場するシーンが見られるなど、少なからず指定あるいは仲間の絆といったものもできていったようである。 全日本プロレスにおいては2007年2月17日のプロレスラブイン両国にて、高道の区、カズハヤシラと組むことを宣言し、あっちの方へ行くと、海外への離脱を匂わせる発言をしたが、結局は、高、カズとメキシコアミーゴスなる、ルチャドールのギミックのユニットを結成、L の差は面倒さなる、リングネームでの活動を繰り広げた。 2007年12月16日の全日本プロレス2007ファン感謝デーにて、ルチャギミックユニットメキシコアミーゴスデラックスを解散した。2008年1月2日の新春シャイニングシリーズ開幕戦で、タカ、カズを裏切り、マザダと結託して、東京グレンタイの復活を宣言した。同年4月には、鈴木ミノルが合流し、グレンタイと改めての活動を行っていた。 2009年1月3日には、鈴木のパートナーとして、アジアタック王座を獲得。本人曰く、日本で初のメジャータイトルダッシュであり、冠無料のコメントを出していた。2011年2月20日、口術の事件を起こし、新日本プロレスへの無期限出場停止処分を受けた。東京グレン隊の活動も無期限停止となり、4月に予定されていた。 自主工業の中止も発表された。6月25日、鈴木主催のパイルドライバーチャリティープロジェクト工業の事前発表の全試合終了後、鈴木に呼びかけられる形でリングに挙げられ、けじめをつけろと要求されて、東京グレンタイの同士菊沢は全日本プロレスのユニット、グレンタイで一時期行動を共にした高山義弘。 そして、鈴木の三人と三人がけで、シングルマッチを戦う。鈴木との試合後、鈴木がマイクを取り、こいつ、プロレス界に戻ってきてもいいか、と観客に問いかけると、観客は拍手で答え、野沢のプロレス界復帰を支持した。二千十七年八月二十七日、全日本プロレス両国国技館大会に、ブラックタイガーとして、高道のくとタックを組み、青木厚と、 佐藤光のタッグが持つアジアタッグ王座に挑戦。佐藤のプランチャが青木に誤爆してから青木が捕まる展開となり、一進一退の後に、最後は10分35秒に超高高級、ラマヒストラルでポール勝ち、102大王者となった。この急増タッグの活躍に、直後の専門誌には、まさかのタイトル移動劇。アジアタッグ王座が非常に面倒くさい二人に、 渡ってしまったと否定的に報道されている。2020年にリデットエンターテイメントの執行役員に就任し、リデットエンターテイメントが新たに立ち上げた新団体グリトにも執行役員として協力していたが、同年10月15日の公業をもってグリト退団、役職辞職を発表した。現在はグレン体工業のほかにプロレスリングノアに定期参戦中。 2010年4月には、酒の飲みすぎで全日本プロレスの試合を無断欠場したため、全日本から無期限の出場停止処分を受けた。2011年2月20日、試合のため訪れていた仙台市内で停水して、乗車中のタクシーの運転手に絡み、無免許でタクシーを乗り逃げし、窃盗の容疑で緊急逮捕された。このため同日出場予定だった新日本プロレスの、 試合を欠場することになり、新日本からも無期限出場停止処分が宣告された。野沢は、翌日釈放後都内に戻り、東京スポーツの取材に対して、運転手がタクシーから離れている際に、後ろの車からクラクションを鳴らされ、車を移動しなければならないと思い運転席に座って車を動かしたものの、免許がないのでうまく動かせなかったと釈明したが、22日に、 開かれた記者会見では、タクシー運転手に威嚇的な発言をしたことや、酔った状態で勝手にタクシーを動かしたのは事実として、近日中にタクシー運転手を含めた関係者に謝罪する意向と、今後の刑事処分を待つ考えを示した。また、当面、自身のプロレスラー活動及び代表を務める東京グレン隊の活動を無期限で自粛することも明らかにし、 4月1日に開催予定であった東京グレンタの独自工業も中止となった。その後の刑事処分の詳細は不明だが、同年6月25日に新宿フェイスで行われた鈴木主催のパイルドライバーチャリティープロジェクト工業で復帰を果たした。野沢が名乗ったことがあるリングネーム。ありがとうございます。